皆さん、こんにちは。今回の動画は埼玉県飯能市にあるメッツァ RV パークで1泊2日の車中泊の模様です。今回の RV パークはチェックインが14時からとちょっと遅めなので、ゆっくり目的地に向かうこととしました。まずいつも通り会社へキャンピングカーを持ち込んで清水タンクに給水し出発です。渋滞していたので一般道を使ってメッツァに到着です。メッツァはフィンランド語で森という意味で、豊かな自然と森と湖に囲まれた場所ということになります。北欧のライフスタイルを感じられるマーケット、カヌーやワークショップなどのアクティビティ、季節のイベントなどを体験できるメッツァビレッジと、ムーミンの物語を主題としたムーミンバレーパークの2つのゾーンがあります。そんなメッツァのエントランスエリアにあるメッツァ RV パークで愛車と気ままに車中泊ができます。安心のプライベート空間での楽しみ方は様々で、ワーケーション利用やペットと一緒に過ごしたり、大切な愛車と一緒に快適な時間を過ごせます。今回車中泊するのは6メートルから 7.5 メートルの駐車エリアで、電源付き、1泊 4,500 円です。この RV パークは6メートルから 7.5 メートルの駐車エリア3台分を含めて全30台分のスペースがあり、電源付きは4箇所のみのようです。お隣さんがいなければ、オーニングやテーブル、椅子なども展開して良いそうです。明日はチェックアウトが10時と早く、メッツァを見て回る時間がないため、今日のうちに散策することにしました。駐車場からメッツァビレッジへ入場します。警備員がいたりしていましたが、こちらは無料で入場できました。宮沢湖のほとりにおしゃれなカフェなどがありました。フィンランドをイメージした商業施設の集まりなのか、いまいちコンセプトがよく分かりませんが、しばらく歩いていると対岸からジップスライダーに乗った人がやってきました。
ここから先がムーミンバレーパークとなり、入場料がかかります。こちらでは対岸へ向かうジップスライダーが望め、往復になっているようです。かなりの距離を歩いてムーミン谷に到着です。夢の国とは違ってムーミンを見かけることもありませんでしたが、
ムーミンバレーパーク、メッツァビレッジから駐車場に戻り、車中泊の準備です。オーニングを展開して良いとのことで、オーニングを出し、風よけに日よけ幕もセットして、テーブルや椅子を出して完了です。RV パークのトイレはとてもきれいに維持されていて、トイレの洗面所はお湯が出るようになっていました。日が沈み、気温が下がってきていましたが、一応外で晩餐です。かなり寒くなってきて、耐えられなくなってきたので、早々に切り上げ、隣接する場所に宮沢湖温泉キラリ別邸があるので、入浴することに。ゆっくり温泉に浸かり、温まってきたので、そのままキャンピングカーに入って就寝です。RV パークで朝を迎えました。チェックアウトの時間が早いので、早々に朝食を済ませて撤収です。
ご視聴ありがとうございました。今年は3連休が少ないので、こういった車中泊が増えそうです。またどこかへ行った際には動画にしますので、チャンネル登録してチェックしていただけたら幸いです。